おー、こまでーす。人からやっていきましょう。チラザートさんの新しいやつですね。一人から受けしてたら、なんか、幽霊が出てくるんじゃないでしょうかということで、やっていきましょう。はい、始めから。なんか、画面、カクついてる？私が高校生だった時の話です。はい、高校生だった時の話ね。バスケ部に所属していた私は、めっちゃ陽キャやん。いつものように仲のいい友達と、友達いんの？部活が終わってからも自主練をしています。部活が終わってからも練習してんの？じゃあもう部活せんでええんちゃう？自主練が終わったら、二人でカラオケに行くことも。おいおい、部活終わった後に自主練しながらそうなんで、カラオケはもうお前時間無限かよ。もうそんな9時以降やろ、大体。どれ？これ友達？さあ始まりましたけど、とりあえず画面設定させて。もうまずタイトル画面で画面の設定させてくれて毎回思わないけど、チラザーさんの作品見るたびに、やるたびに。よし、マウスカンのこれぐらいかな。やっていきましょう。こういう友達、ちょっと周り探索していい？前回の地獄戦闘やったっけ？ジャズハスターの作品で。ね、探索が僕下手すぎてだいぶ時間かかったからな。今回じっくりやっていこうと、じっくり攻めていこうと思う所存でございます。なんもないわ。あ、え、もうこんな時間？まだね、僕想定やったらもう9時10時ぐらいだと思ったけどね。まだ8時前やん。全然やん。部活って大体何時終わった？僕、卓球部やったけどさ、6時ぐらいには終わってたか。そう考えると、あ、2時間近くも練習してたん、自主練。やるな、君ら。意識高いね、バスケ部。僕バスケ部嫌いやけどな。卓球部やったからよくバスケ部練習してさ、ボールがね、そっち飛んでいった時に拾い行く時めっちゃ怖かったもん。こんにちは。あ、美人さん。白沢さんの作品って結構ね、怖い見た目の方多いんやけど、この子美人やん。ねえ。体格もいいし、ちょっと、手足細いかなってぐらいやけど、まあまあ女性やしね。こんにちは。フリースローの練習しよう。あ、はい。また練習するの？もう帰りたいんですよ、うち。もう、遅いよ。ほんとだ。まさかのフルボイス。時間見てなかった。おいおい。じゃあさっさと片付けてカラオケ行こう。この時間からカラオケ行ったらほんま夜遅くなる。お父さんとお母さん心配しちゃうよ。お前か。私ボール拾っとくから、ミラはモップね。めんどくさい方めんどくさい方押し付けないだわ。ボール拾っとくからって、お前ボールもう持ってるやん。もうボールこれ片付けた後やろ。周りボールないやろ。僕さっき見てきたもん。モップどこよ。ここどこや、どこや。掃除よくどこ。萌か、一緒にやろうよ。あ、ここかな。武器庫かと思ったら、器具庫だよ。はい。ローディング。お、これは？あれ？あれ、金払った人ら？名前、なんてやったっけ？あか、金払うことなんてやったっけ？スパチャじゃなくて。やべ、出てこん、でこ、融資じゃないな。融資じゃない。あー、出てこーへん。出てこーへん。クラウドファンディング。クラウドファンディングでお金払った人ら？あ、レトロトさん、どうも。こんにちはーす。早期ダイヤさん。ダイヤーす。なんか、今回、少なくない？今回、これだけしか、クラウドファンディングしてくれへんなんか、もしかして、他にもいっぱい散らばってるとしたら、だいぶここら辺、雑にまとめられたな。もう雑にまとめる、か、するしかないぐらい、いっぱいいるってことかな。誰だ、こんなところに CD を置いたやつは。佐々木。お前が誰やねん。誰や、佐々木って。佐々木くんでいいだわ、卓球部に。ちょっと休みがちやったけど、一人だけつぶたかを使うっていうね。つぶたかっていう、そういうなんかラバーのなんかもう、そんなどうでもいいね、マップね。一本しかないやんけ。僕がやったことやんけ、こんな。僕2本持っていくなと思ったわ。佐々木？佐々木いいんや。あ、ボールを片付けてくれるんやね。拾うとかじゃない。じゃあ僕もモップかけといていいもんか。あ、これウェーイ。もうええか。地面汚しすぎやって。よだれ垂らしながらバスケしてたんか、こいつら。もうかじゃ、どこ行ったん？ボールしまうのは器具庫じゃないの？普通に考えたら。器具ではないんか？道具庫的なんがあるんか？器具庫とは。別の。いや、卓球ってさ、卓球台片付ける過程とかってかさ、結構バスケ部とかやらめんどくさいね、それ考えると。バスケ部ってボール片付けるだけやんな、多分。そう考えるとバスケ部って楽やね。まあ、その、楽ってな、準備とかそういう意味でな。ボールだけでええやん。
ゴールポストみたいな片付ける必要ないやろ。終わりましたよ。手伝ってくれへんだね、モイカ。モップありがとう。あ、俺言ってくれんなら僕は許すよ。じゃあ早く着替えて。モイカ、モイカ首周りのシワえぐいっすね。くっきりしてるね。あ、カラオケ行く？カラオケ人から早いね。一人でカラオケしたいね。てかこのゲームって人から的なタイトルじゃなかったっけ？モイカいるから人からじゃないやん。これこの学校もトレードマークかな。モイカちょくちょく消えるね。モイカ、あ、いっぱいあるやん。ガチマンさんいる？ガチマンさん。いたわ。僕見つけんの早っ。宴はこれから。ジャザーさんどんどん勇士が増えてくるんやろうね。モエカどこにいんの？モエカ。女子こいつ、いる？あ、モエカ！モエカ！燃えちゃう僕の心も、おお、今の。モエカ？ごめん、扉開きちゃった。だいぶベストタイミングで扉開きちゃったね。キャッとかそういうのないん？あ、僕まだ着替えてへんの？でも鏡ない鏡。小村さん見たい。もしかしたら彼氏彼女の関係で、なんか二人きりで練習してるかもみたいなところ妄想してたけど。女子更衣室入るってことは僕女子確定やん。なんもなかったわ。じゃあ、着替えは。萌えか、萌えか。めっちゃ見せたがりやん。早く、早起きろよ。なんか、萌えかさんが近い距離。萌えかさんが近い距離。あー。萌えかになっちゃう、僕。萌えかさんどんな服着てんの？あ、JK の制服や。しっかり畳むんやね。僕、ロッカー入れときとか、もうぐちゃって入れちゃう早いわ。職場行くときもロッカーで着替えてんねん、今日さ。ね。上下、下着姿になることはまずないけどね。普通この状態にならなくね？まず上脱いで上着て、次下脱いで下着るみたいな、僕そういう方式取ってんねんけど。こんな肌見せながら着替えること僕ないわ。恥ずかしいからさ。なんかじゃあ僕着替えるから、あんまこっち見といては、僕はちょっとじっくり見ちゃったけど。バッグを持つ。いや、まずは着替えるでしょ。いや、まずは汗拭きシートやな。え、汗拭きシートで。タオルでええやんけ。あー気持ちいい。バッシュを入れる。あ、これ脱いだってこと僕。あ、あ、靴ね、靴ね。バッシュが何か分からへんだ。ね、ガッシュベルかなって。金色のガッシュかなと思ったもん。オーシャンブリーズを使う。なんすかオーシャンブリーズで。さっき汗拭きシートしたのに。オーシャンブリーズ使う？萌えか。私のオーシャンブリーズ使う？萌えか。萌えかちゃんアップでも可愛いな。なかなかやるな、こいつ。TikTok でもやっていけるわ。着替えよう。もう一回こっち見んといてや。見んといてやって言いつつ見てもええんやで。もう一回遅いな、着替えんの。もう一回絶対見せたがりやろ。わあ、バックの音。もうええか。なんか言ってよ。あ、もうええか。行く？そろそろ。準備できた？はい、できました。ちょっともう一回、リボンが曲がってる気がするけど、気のせいかい？うん、よし、カラオケに行こう。はい。あ、これついてくるパターン。あ、僕がついていくパターンね。もう一回。何今の。なんで一回肩カビ当てた？初心者がやる初期のバイオハザードみたいな動きしてない。僕も靴もらって。もう一回の着脱シーンが見れるぞ。さあ行け、もう一回履け、靴を履け。なんでこっち見てんの？もう一回。仲いいの後ろに。もう一回ガッチマンさんの CD 聞く？はい、皆さんこんばんは。滅びゆく地球が好きなガッチマンです。似てるー。あの、靴僕履けんけど。あ、もうこれも履ける？履けたわ。ロードインク。ロードインク。自転車を手に入れる。盗む。もう一回いい品種。手に入れるって言い方不穏やね。まるで今は自分の自転車持っていないかのような言い方やん。あー、体育館裏や。ここら辺で決闘とかするんかな。うちの学校体育館裏っていうのが存在しにいた気がする。学校の真ん中ら辺に体育館があるせいでどこが裏かわからんみたいな、そういう状況でしたね。あ、軽トラや。子供の頃は何も知らんかったから、キャッキャしながらさ、軽トラの後ろに乗りながら運転とかしてもらったけどさ、よく考えたら犯罪やねんな、あれって。あ、いっぱいいんじゃん。知らん人らばっかや。めっちゃ反応に困ったわ。
CD1 枚1000円。新しい人は3年2組の徹夜まで。おい、学校で商売すんな。今度見つけた生徒指導室だ。佐々木。佐々木直接面と向かって。今度盗まれへんのかな。なんか創作アニメとかドラマとかであるような、こういう商売する主戦闘みたいな学生キャラ。実際に見たことないわ。なんかいたかな、金持ちしようとするやつ。買ってきたコンビニのおにぎり100円を150円で売るやつは見たことあるけどね。誰が買うねんって思ったよね。出られないと。こんな夜遅くに二人だけ残るのって良くないよね。佐々木は止めへんだからな、生徒指導の佐々木は。佐々木もやっぱ定時に帰りたいんかね。定時に帰りたいのにこんなね、JK 二人が残って練習とかされたらたまったもんじゃないよな。早く帰れって絶対思ってるよ。絶対子供が最後に戸締まりするなんてありえんやん、学校で。誰か残ってくれてるんかね。守衛さんとかいい日の警備員みたいな人。警備員は警備員で、なんか、ホラーな現象起こって別のゲームで主人公してるとかって結構面白くない？同じ世界観やけど違う怪と戦ってるみたいな。違う主人公たちが。そういうスピンオフ系の作品とか好きです。この非常階段おかしくね？非常階段となんか入り口が合体しますよ。まさかの障害者配慮やからね、スロープになってる。階段じゃない。そうそういっか。もう一回先回りしてたんやな。もういいか、赤いやん。燃えてるから？じゃあ僕はもしかして静かやったりする？ちょっと冷たいから。ちょっと言っていいかわからへんけどさ。もういいか。でもこのね、静かちゃんすごくない？自転車ですらバックで入れてるからな。だいぶ意識高いよね。自転車バックで入れるやつ初めて見たわ。駐車するとき。自転車に乗る？はい。もう一回大丈夫？なんか財布落としたみたいな動きしてたけど。財布落とした？これ帰り際に財布落としたら気づくのってマジ萎えるよな。稀にあるわ、僕。駐車場前行ったけど、あれ、更衣室にこれ財布忘れてきてねみたいな。運転できます。旋回。オーラブゲー！押したら振り返ることができた。これ後ろで絶対アイテムなんで。普通の RPG じゃ入ってません。割と田舎っぽい雰囲気出てるけど、カラオケとかあるんよね。これ、はいはい、すいません。こちらのやって。逆にこんな田舎にカラオケがあるからこそ、カラオケしか行くことないんかな。割と、そうやもんね。僕の周りも、遊びに行くかってなったらカラオケぐらいしかなかったな。ゲーセンかカラオケかって感じだけど、ゲーセンはもうなんか怖いからね。カラオケはもう密室やから、全然ね、知らんやつと絡まれへんし。中学生、高校生の頃はよくカラオケ行ってた気するね。めっちゃ住宅地みたいなところね、入ってますけども。ここら辺にカラオケあったら結構繁盛するんちゃう。おー。結構スピード出すね。この狭い路地裏。危ないっすよ。白い番の人。8613。覚えたかな、あの番号。8613。待て、いやー、ごめんなさい。危ねえ。当たるところでしたわ。結構運転しにくい。8613さん。元気？ JK だよ。私、JK やよ。ちょっとさ、気さくさんできたね。めっちゃ煽ってる。静香ちゃんめっちゃ煽るやん。怖くない？こんなガラス黒塗りにしてる白番怖くないの？絶対犯罪者やんな。なんかイヤホンしてんけど、左耳でなんか、なんかカエルの声みたいな聞こえんだけど、気のせいかな。おー、びっくりした。完全今、視覚外からの攻撃やったわ。こんにちは。奥さん。こんにちは。奥さん、めっちゃ、臨戦態勢っすね。今から襲いかかるぞみたいなポーズ取ってますけど。やるか、この太郎この野郎。なんか柴犬の名前って太郎にしがち。そんなイメージある。昔親戚のおばさんも太郎っていう柴犬飼ったけどね。まあ無事死んじゃったね。死んだ後にさ、その2、3ヶ月後に親戚のギャルが、その親戚のおばさんに犬をプレゼントしてたよな。すっごい勇気あることすんなって思ったな。下手したらね、傷つけちゃうかもしれんよね。なんかいろいろ深読みしてさ。事前に言わずにね、犬プレゼントしたらしいんですよ。
ね、おばちゃんサプライズって言って急に犬渡したらしい。おばちゃんめっちゃ喜んでたけどね。さあ適当に遠回りしたけど何もなかったから、ちょ奥行こうか。めっちゃ下向いて吠えるやんね。なんかあの顔、え私ですかみたいな、私がなんか怒られんのみたいな、犬が吠えてんのに私が怒られんのみたいな顔してたよね。ここか、ここ通っていい道か、だいぶ怪しいぞ。うん、おチャリ乗らん方が早いまであるかもしれん。うわー、加点する加点するみたいな、これちょっと坂道になってるから、スピードでチャーローディング。ね、これからカラオケ行くから、ちょっと歌歌いたくなっちゃった。あ、加点向いてる？あ、そんなことないわ。やっぱ坂道になってる。これショートカットなんやな。めっちゃ看板押すね、カラオケ。こんな歩道走らんのも、車道走った方がいいで。今のバーももしかしてさっきの、私が煽ってたバーかな。煽られてじゃなくて煽ってた方やね。お、もういいか？はいはい。もういいか？なんで別コード取ってんの？あ、え、もういいか？もしかしてさらわれた？もしもし。はい、もしもし。ごめん。なんすか？コーチに捕まっちゃって。なんで二手に分かれてんの？なぜやねんけど。てっきり一緒に行動してるもんやと思ったけど。先歌ってて。はい。いいけど、コーチって、なんすかコーチって。もう運動部のコーチなんてもうやらしいイメージしかないねんけど。平気平気。大丈夫？平気平気。後で行くね。はい、絶対来いよお前。絶対来いよお前か。割り勘するって決めてたんやから、そんなお金持ってきてへんで。でもカラオケってあれか。一人やったら、値段は一人でも二人でもあれやね。その人数分ちゃんと増えるんやったっけ確か。うわ、結構広いね。駐車場が広い。結構中身でかいかなこのカラオケ。ここね。はい。よいしょ。カラオケの中ワンドリンク制度やめてほしいよな。だいたい看板とかにさ、1時間10円とか書いてあるけどさ、絶対ドリンク注文してくださいみたいな感じになってさ、ドリンクがめっちゃ高いみたいな、よくあるよね。おこれ46何やったっけ、番号忘れたわ。覚えたら言ったわ。8613。8613やったっけ、ちゃうかったっけ。録画したデータ見返していたけど、8613やった。どうやら同一人物らしいです。これがどういう意味があるかわからないですけども。カラオケ屋を探してて迷ってたりとかしたんかね。まあ、とりあえず私もカラオケ行こうかな。え、麻生太郎に出へん。麻生さんと菅さんを合体させたような見た目してへん。菅さん成分は主に頭にいってるけど。あんま不思議。じゃあこのカラオケ僕入ろうかな。カラオケ店に入る？はい。こっから始まるわけで、こっからスタートしてもよかったんじゃないかって思うような。結局一人で来てるからね。で、タイトル人からやろ。こんにちは。これ8613の人？おっちゃんどうも。うわ、メガネしてる。喧嘩強そう。ドリンクバーの前でドリンク飲むのやめてくれません？部署で人待ったらどうするんですか？だいぶ迷惑ですよ。金目悪いんやからさ。あれ、メガネしてへん？気のせいや。これメガネしてる？これメガネの跡がついてるだけ？どっちや？だいぶ張り付いてるね、メガネしてるとしたら。どうでもええわ。ちょっとブサイク長く見すぎて気分悪くなったわ。店員さん、こんにちは。肩めっちゃ上げるな。店員さん。肩パッとしてる？あの、すいません。ほら、後ろ、二人から質量無料とか書いてある。ね、結局これドリンクで買い取ってくるんでしょ？店員さん。今時から消すか。はい、はい、なあ。僕の方が声いいぞ。ゆうちゃん悪いけど。二人で2時間お願いしたいんですけど。はい。はい。何すか？では、12号室をご利用ください。おー、12号室か。ドリンクバーも適当にご利用ください。ノールックでめっちゃメール打ってるこの人。いくらなんやろう。ドリンクバーやからさらに高そう。もうワンドリンクじゃなくて絶対ドリンクバーやねんな。歌ってんの、歌ってんの。わからへんな、わからへんな。あ、はい、もういいか。いや、大丈夫ですか。ないです。あ、はい。あ、マジですか？じゃあ行かない。
え、何？聞こえない？もしもし？聞こえる？笑わないで。何やめてんねや。先輩、先輩何してんねや。先輩じゃない。コーチか。コーチ何してんねん、コーチ。おいおい、ついに生めかしいボイス聞けたな。12号室行ってたよね。多分コーチと一緒に先に来てるんじゃないかと思ってんな。もしかしたら。で、コーチにちょっといやらしいことされてるみたいな。どうせカラオケボックスなんでそういう感じやろ。どうせいやらしいことする目的で使うやからとかいるんやろ。あれほんま腹立つよね。こっちは普通にカラオケしたいだけやのに。ここで、ちょっと、周り探索出して。お前らがいるせいで、こっちがちょっとね、なんかいやらしいことしてるように思われるかもしれんみたいな目で見られるかもしれんや、周りからさ。なあ。なあ、おっさん。そんな心配ないか。おっさんはそんな心配ないか。ね、僕みたいなイケメンはそういう心配したいけど、おっさんは大丈夫か。じゃあ入りまーす。部屋に入る。今の電話聞いて普通にカラオケ入って歌おうとしてるこいつやばいよね。萌香のこと心配じゃないんかって。世界最高峰の音響設備。おお、こんなところで世界目指すか。こんな田舎町で。萌香探しに行かへんの？この状況で一人で歌うのはなかなかメンタル終わってんで。歌います。新時代の。あ、選べる頃もしかして。もうちょっとアップテンポの曲ないですか？うん、歩いていこうで、歩いていこうで。歩いていこう。僕たちの人生も。カラオケ、ミニゲームの遊び方、ミニゲームやらされんの？テレビの右から流れてくるノーズを RFV。RFV。うわ、すごい。みんなキーボード見てみ。ゲームでここのキー使うことなかなかないで。こういう感じね。歩いて行こう。はい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 。曲なかなか始まらへんタイプね。最近の子供は、あれらしいね。いいよ。いきなりサビから入る曲じゃないと、なかなか聴こうとせんみたいな問題があるらしいからさ。サビから始まる曲が増えていく傾向にあるらしい。誰か外にできた。あ、どんな出方は店員さんか？なんか持ってきてくれた？はい。ちょっともう店員さんの方見てる。店員さんの方見るわ。あ、動きはしない。とりあえず音切りするしかないか。これ成功させな話進まんとかあるかな。基本的に、うわ、なんか音がやったわ、畜生。絶対変態や。一歩ずつでいいから、歩いて行こう、歩いて行こう、君だけの夢を握りしめて、歩いて行こう、歩いて行こう、君が進む先にある見返りに向かって、歩いて行こう。めっちゃスキップしていくよね。オッケー。悩むよね。普通にミニゲームするか、歌うか、ね、この外見るか、悩むよね。これ横見たら、もう一回いるとかある？怖い。今振り向くときめっちゃ怖かったわ。実は上にモイカが張り付いてるとか、忍者かみたいな。デスヒック。喉乾いたな。ドリンクまで飲み物を持ってこよう。モイカのこと忘れてる？もしかして。さっきのこっち覗いた男誰やろうな。私の美声に、おっとっとっと、誰かいる誰かいる。こんにちは、モイカ？モイカが、モイカっぽくない？モイカ？違うか。制服じゃないから違うか。すいません、私、静かって言うんですけど、一緒にカラオケしません？でね、これ、変な素材とかじゃないんですよ。単純に一人寂しいなって。なんか二人だと無料らしいからさ。で、誰とメールしてんのにして。彼氏、彼氏、彼氏の。いや、男だって捨てちゃえよ。私がいるやん。グラス取って、はい、飲む。メロン。炭酸はちょっとな。ちょっとな。許可コーラ。許可コーラ面白いな。ここはコーラ名前使えへんから許可になったんやな。許可されてへんねんな。いやー、カラオケで、なんか、なんとなく炭酸は、喉やらかすかなって思って控える傾向にあるね。小村さんレベルになると。いらっしゃいませー。メロンソーダいかがすか？メロン言うても私の
無限のことじゃないよ。 CD の整理お願い。お、佐々木店長、佐々木、佐々木、生徒指導兼カラオケ屋店長。 お前覗いたら僕のこと、うわサイコパスみたいな見た目しやがって。どこ見てんのそれ。顔は下向けてるけど目は上向いてる。背高いな。最近退職した川原さんみたいな背の高さやな。川原さん何してんの。川原さん喋ってくれていいんやで。そこの人ですか。7番のルーム入ってきていいよ。先覗いたから僕は逆にこの覗くから、ね、歌ってる時にどんだけ見られると嫌かってのをお前に分からせたるからな。川原、川原、いやそれ、さっきの携帯の女の子はいるかな。あ、消えてる。携帯の女の子は多分ここの人やったのかな。27番、でも男の子が聞こえる。彼氏持ちかよ。別に持ってていいけどさ。原さん早く入ったら。怖いて。部屋に入ります。歩いて行こう、歩いて行こう。はい、あれ持ってきてたっけ。うん、持ってきてるわけないやん。初めてのドリンクバー利用したいから。カハラか、カハラか、もしかして。ちょ、カハラ。僕の言ってる間にあいつ入ってドリンク置いてきやがったな。俺気使える男やろ、みたいな、そういうことか。間違ってんな、なんか。女性になれてへん男ってそういうところ間違ってんな。優しさと気持ち悪さを間違ってんね。気持ち悪いだけやって、こんなんしても。ごめん。うわ、飲んじゃったよ。カハラの入れた飲み物飲んじゃったよ。大丈夫？静香ちゃん。こっちが多分持ってきたやつやんね。ここに置いてあったのが絶対カハラが持ってきたやつやんな。マジかよ。空に輝く星を見上げながら。カハラ来たで。あ、カハラじゃない。あれ、ドリンクバーの人か。ドリンクバーおっさんや。何も言ってくれないけど、優しく包む。絵が面白い、絵が面白い。だから、小さい VTuber できたね。てかこの曲知ってるわ。この曲あれ多分フリーで使えるやつやん。あ、お、中いた、中いた。あれはカハラか、カハラか。背高いな。これあれかな、萌香ちゃんと一緒で、萌香ちゃん後から来る言ってたやん。後から来ようとしてる客がこの部屋かなって確かめてきてるだけなんかな。部屋番号ぐらいちゃんとなんかメールで共有しろよな。後ろを見たら萌香がいるとか。萌香、萌香いない。出てくれるよ相変わらず。くそ、タイミングが分かんねえ。全然分かんねえ。もうちょっと自分の家で大声で歌うの恥ずかしいんやで。めっちゃ後ろ隠れてもさっきから。お母さんもしかしたら聞いてるんじゃないかって。そういう緊張感が僕戦ってるんですよ。レストアああ、もう一回いる隣に。幽霊出てこいよ。何も出てこへんやんけ、畜生。もう一回、そろそろ来るかもな。なんか食べれるものあった方がいいかも。フロントに電話して注文しよう。まずもう一回さん、いや、なんかピンチみたいな電話来てたやん。それについてはなんかないんですか。すいません。店員さん、なんか持ってきてほしい。ポテトチップス、じゃあ、あれ、フライドポテトください。態度悪いな。注文を。したいんですけど。いいですよ。あ、いいんですか。ありがとうございます。何にしますか。フライドポテトあります。このピザお願いします。カラオケです。あ、たこ焼きいいね。そうですね、たこ焼き。たこ焼きで。何か言うね。了解です。はい。2,3 分でお届けします。なんかマミミみたいな喋り方で可愛いな、店員さん。君って。はい。12号室で歌ってる女の子だよね。なんか君とか言ってくれるんや。ちょっとあれやな。若干男っぽい喋り方の女性やね。高校生だよ、ね。あ、はい、そうです。私のこと狙ってるんですか、まみみさん。え、はい。だよね。あ、まみみたらね、シャニマスのまみみね。田中まみみね、田中さんやじゃん。田中。田中。結構ね、受付にいるときは田中さん普通にやる気なさそうだけど、ちゃんと働くやん。田中。これまた歌ってます。歌ってる途中に来ちゃうやつやん。気まずいやつやん。思いっきり僕シンフォギアのオープニング熱唱してる時に手に入ってこられた時めっちゃ恥ずかしかったもん。あーってやったもん。どうもって。店員さん入ってきたら歌うのやめるべきなんかも迷うよね。人からしてる時さ。
思わん？ありがとうございますって言いながら歌うのやめるべきだよな普通は。まあ僕も普通歌うのやめて対応したけどさ、気にせずなんか置いといて置いといてってジェスチャーしながら 歌い続ける人っていいのかな。なかなかメンタル強者やね。今回の曲はなんか曲調がスローテンポというか、まあ、スローテンポでもないな、サビで結構盛り上がると見たね。あ、来たか。いやあれはカーラさんだよ。カーラさん間違ってますよ。カーラさん気向こうやん。カーラさん何今のカーラさんのムーブがよくわからへん。驚かそうとしてやってきたんか、僕を私を襲おうとして入ったけど何かが見えて逃げたんか、どっちなんやろうね。カーラさんのせいで全然サビがわからへんだよ。熟した果実、ちょっと意味深やし、私が熟すのを待ってるのね。カハラさんは、田中来いよ、フライたこ焼き持ってこいよ。萌香も来おへんし、普通田中か萌香や来んの、なんでカハラか来んねん。オーダーした電話だ、まだかな、電話しよっかな。カハラさんが入ってきたことに関してノーコメントやからな。すいません、なんか変な人入ってきたんですけど。え、まんみやられた、まさかの。繋がらない。直接言って、聞いてみよう。こういうの絶対直接聞けへんわ。ここね。スタッフオンリー。すいません。返事がないのは、どうしよう、たこ焼きの作りすぎで、たこ焼きを焼く火で、なんかね、ガスができて酸欠起こして倒れた、どうしよう。入ってみよう。もう。すごいね。静香ちゃんすごいね。よう入れるね。何勝手に入ってきてんの？いや、そうね。たこ焼きをちょっと。ここ、スタッフルーム。それは知ってるんですよ。スタッフしか入れないんですけど。じゃあ私をこれからスタッフにしてください。何？怖っ。注文したものがなかなか届かなくて。食べ物でしょ？はい、たこ焼きです。もう持って行ったけど。あら。ちょっと部屋間違ってんじゃないですか？まゆみ。言いがかり？はい、今言いがかりしてます。すいません。ここは折れるんや。静か。こんな部屋入ってくるぐらいの豪胆な精神力持ってんのに。そこはいけへんねや。でさ。あ、もう喋れない。お前これ、僕の部屋に届けてくれたんかな？今スタッフさんを探しに、画面が固まって、おお、お前高い食ってんやろな。今のは何だったの？いや、でも。今のは女子トイレか。まあ、女子トイレ、いや、ここができた。ここができたよな。僕の部屋ができたよな。で、敵女子トイレができたと思った。え、ちょっとたこ焼き壊れたかもしれん。待って待って。カーラさん自由すぎひん。このカラオケ店というフィールドにおいてカーラさんだけが、やりたい方だよね。壊れてたこ焼き。マジか。もうなんか今もう一つマジかっていう状況になってんねんけど、僕、お母さんから LINE が来てさ、お昼ご飯適当にお願いしますって LINE 来たわ。今昼の12時50分です。いつお昼ご飯呼ばれるやろなと思ったら、どうやら家にお母さんいい人みたいわ。あとでスシロー行こう。え？ポテト？ポテト？え、たこ焼きじゃないの？頼んだもの間違ってるんだけどな。てかさっきの人は従業員？ああ、その可能性あるんか。だいぶ少ないな。絶対これカーラさん食ってったやろ、ちょっと。この器にこの量は、少なすぎるって。カーラさん、たこ焼きと自分の食ってたポイントトレードしてきたのかな。食べるか。一口でだいぶ持っていくな。ん？うわ。ポテトの中に何か入ってる。何これ、メアド、カハラ、アプローチの仕方、コップ一つまた減ってるし。気持ち悪い。俺のメアド、連絡してね。カハラさんはもしかしたら一目惚れしちゃったのかもしれんな。ちょっと不器用なところが出てしまって、こんなちょっとなんかおかしい行動を取っちゃってるのかもしれんね。ね。緊張しまくってるからようわからん行動してしまってるのかもしれん。なんかこの愛を伝えたいって思ってこの扉からバーンって最初入ってきたけど、私の顔を見たら、やっぱり無理だって言って、帰ってったのかもね。で、私がちょっと外出してる間に、あかん、でも諦めることはできねえ。せめて、手紙だけでもつって、メールアドレスを残していったのかもしれない。
そういう純粋さが気持ち悪い。あら来いよ、一緒に歌ったってもええねんで、お前がちゃんと誠心誠意ちゃんとした。何何何、え、心霊現象、ついに心霊現象。今私人間関係でちょっと悩んでるんですけど、すいません、川原助けて。あ、萌か、もしもし萌か、遅いよ、もうとっくについて歌ってるよ。ミラ、はい、はい。お前ええへんたら金払えへんよ。二人やったらなんか無料とか書いてあったから二人で来たんじゃないん。どうしたの？ねえ、もしもし？もうええか。もうええか。あ、暗くなってる。ん？停電？あ、これは携帯のライト使ってるってことか。それらのカラオケの機材の不調とか全然気にせえへんの、主人公。気にするべきところ気にせえへんよな、こいつ。あれ？萌香の携帯だ。あ、萌香の携帯。どうしてここに？やっぱなんか萌香襲われてるんじゃん。ね、私も襲われかけてたけどね、カハラさん。出るべきか？あ、出られへん。スタッフルーム行くべきか？この曲は。何やろ。とりあえずスタッフルーム行くか。あ、入れへんわ。人間的壊すなんか、幽霊的壊すなんか、まだ今作分からんと思ったけど、今の異常事態見る限り幽霊的な怖さなのかもしれんな。ちょ、店員さんのふりしてやり過ごそう。どうも、田中真由美だよ。魔法少女、ゆとりちゃん。が、ちょっと時代遅れやな。もうゆとり世代の時代は終わったよ。今 Z 世代って言うらしいけどさ、Z 世代の意味よく分かってへんねんけど。一時期悟り世代とか流行りかけたよな。なったよな、あれは。ちょっと悟り世代は格好すぎるってなって却下されたんかな。基本このなんちゃら世代ってさ、馬鹿にされる時に使われがちやん。すいません、どこ行ったんですか？もう一旦やめてスシロー行きたいんですよ。今話題の。あ、音鳴ってるとかだ。携帯が落ちるってことだ。拾ったんじゃないの？パブで、アイテムこれしかない。ん？落ちてる携帯全部拾うってこと？ BGM なら、お、あんじゃん。さっきまでこうなかったの。拾ってんねんけど、拾ってへんねんな、さっきから。どういうこと？すいません。区切りのあるところまで行きたいんですよ。スシロー食べたいんですよ。スシロー行って外役キッズがいるかちょっと確かめたいんですよ。あ、萌か、こんにちは。なんで？何が？萌か、どうしたの？化粧落ちた。目元すごい化粧落ちてるけど。なんで？なんで？何がや、こっちがなんでって言いたいわ。助けてくれなかったの？もう知らんがな。知らんがな。急に別行動したんやん、僕たち、私たちが。電話したじゃん。ああ、ごめん。確かになんか助け求めたね。それは申し訳ない。気にせず歌ったわ。はい。ああ、バックオーライ、バックオーライ。萌えか、待って。萌えか。萌えちゃん。なんで出られへんの？今どういう感じだ？今どうなってんやな、これ世界は。私のなんか妄想的な感じやったりする？そういう雰囲気ももしかしたらあるかもな。あの状況で外に出ようとしていいのもようわからへんもんな。なんか音聞こえた？こっちか、ここか。自分の部屋ね。おお、お前か。行ったり来たり。さっき表にいたやん。何で長いワープすんねん。ああ、寝ちゃってた。夢やったんかな？あれ？寝ちゃってた？どれくらい寝たんだろう。嫌な夢とかそういうのないん？なんか感想が。はい。もういいか？
もしもし、萌か？さっきの写真。さっきの写真。コーチにバレちゃった。なあ、なにさっきの写真って。逃げて。え、この二人なんか悪いことしてんの？コーチがそっちに向かってる。え、敵がコーチ？写真？何のこと？さあ、主人公の静香ちゃん分かってへん。逃げるべきか？あ、なんかお腹痛くなってきた。トイレに行かなきゃ、絶対下剤もらえたって。カハラ、あいつのせいやん。カハラがコーチの可能性ある？トイレ行きたいけど、ちょっと待ってや。店員さんとかいいひん。あ、すいません。トイレ行け言われてるわ。はい、トイレ行きます、トイレ行きます。トイレに入る。ローディング。おー、せんま。まあ、あれか、女子トイレから一つしかないか。男子トイレだったら絶対小便器、まあ絶対じゃないけど、小便器と大便器は持った。もうこういうシーンとか生々しく見せんでええよ。ここら辺はカットでいいよ。上の隙間怖いね。絶対幽霊来るやつや。幽霊この隙間好きやもんな、上の。そういえば、写真って何だったのかな？あれ？萌香からメールが来てた。あ、この写真？え？何これ？コーチ？もしかして、萌香に電話しなきゃ。なるほど、何の話やろ。萌香？コーチと会ってしまったみたいな話だったけど、そっから萌香の調子おかしいよね。もしかしたから来るパターン。上か下かだわ、ね。上か下か、私の、ね、また下から来る可能性も、なきにしもあらずやからな。繋がらない。え、何も来へんの？うわ、何も来へんのかい。トイレの個室さえ行って何も起こらへんとかあんの？ホラーゲームしてて。そんなバカな。どうしたらいいの？誰？今の私？誰のセリフ？急に焦り始めてん。やっぱ写真はなんかあるんかな？この主人公、萌香ちゃんと静香ちゃんに何か秘密あるんかね？コーチとの何か。店員さんがいない。こんな塞がり方あんの？こんな塞がり方あります？これ学校にあったよね？このバン、軽トラ。コーチか、コーチの仕業か。コーチだいぶやばいやつやね。萌香ちゃんと静香ちゃんがなんかいたずらして、コーチがブチギレでいたか、そんなパターンやったりする？スタッフルーム入ります。すいません。もういいし。すぐ人って行方不明なんだ、チラザー作品って。あ、これ、監視カメラ。口をワクワクしてきた。これは面白いですよ。どこや、これ。裏側か。お、コーチか。あれ、初めて見るわ。コーチ歩くの遅いっすね。あ、これはドアか。監視カメラ。俺、顎しゃくれてるやろ。コーチがもう来てる。警察を呼ぼう。警察？コーチってそんなヤバいやつな。警察が来るまで4分はかかると言ってた。それまで隠れてなきゃ。死を襲う。おぉ、スティルスミッション？苦手なやつや。しゃがみは敵の視認性を低下させ、足音を減らします。オッケー。行き止まり、行き止まり、行き止まり、そう。そこなんで行き止まりになってんの？おかしいやろ。コーチは今ここに入ってきたのに、なんでこんなコーチ有利のマップに変更されんの？じゃあ、こうぐるっと回る戦法でいこう。コーチが右側から来た、左にいる。左側から右にいる。なんか喋ってんな。どこに隠れた？いや、これ鉄壁の布陣。どっちから来ても対応できるから。後ろから来たら、後ろワープしてたら終わりけどな。近づいてるぞ、近づいてるぞ。そこ行き止まりおかしいやん。だってコーチここから行ってたやん。ねえ、コーチここ通って行ったはずやで、ここ行き止まりおかしいやろ。
大丈夫か、これやり過ごせてる、僕やり過ごせてます。奥行く。俺は何もしないから出てこいよ、いい子だからさ。これはこれは奥行って左行きたい、奥行って左行きたい。ああ近いよー。さあ格闘カード、格闘バード、格闘バード、ほら暗いポケ、ほら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 、いや負けてる、これ負けてた、負けてた。だからあそこ行って左行ったらさ、コーチそっから来たから、コーチそっからもうそっちには行かへんやろうなっていう期待を込めてね、行こうとしたけどあかんかったわ。女子トイレに隠れとけよ。何女子トイレから出んねえよ。あ、池入れるやん。あ、隠れられんじゃん。これ気遣いんだな。絶対これ良くないと思うような。どこに隠れた？ほら、もう迷わず入ってきたコーチ。時間的にまっすぐ女子トイレ入ってきたんやろな。え、何これ調べられる？調べられるけど調べられへん。ここかな？ここじゃないです。私ここにいないです。え？隠れたって無駄だぞ。喘ぎ始めたんや、主人公。なんで喘ぐの？やめてくれよ。わあ、俺しゃくれてんね。どや？この手、この手。動画を拡散するからな。なんてなんて。何の動画を拡散するって今大事なこと言ったんや。今大事なこと言ったよな。ちょ、もう一回今のセリフ聞きたい。はい。はっきり喋って。バラしたら動画を拡散するからな。バラしたら動画を拡散するからな。お互いなんか、やましいことがあるんか？もうバラしたらって言ってる時点で、向こうはなんかあかんことしてる。で、動画を拡散とか言ってるから、私たち側も、萌香ちゃんと主人公もなんか悪いことしてたの。あ、ここ中とか入れるんか基本。あ、オッケーオッケーオッケー。なんか、あ、なんか秘密があるな、この、プレイヤーに分からへんところで。めっちゃ一人ごと喋れんやん、あいつ。フランシス・ヨーク・ボーガンかよ。早くレッドシーズプロファイル2やりたいわ、ね、ポケモン実況も終わらせて早くそっちもやりたいなと思ってんよさ。今日ポケモン実況最終回あげようかなと思ったんですよ。そしたらこの人がからがりリリースされたらさ、やっぱ発売日にやりたいじゃんという心の叫びがあったから今回この動画が上がってます。いや、ちょっと電動ミスったか、電動ミスったか。いけるか、いけるか、いけるか、いけるか。今やつがどこにいるかわからん。ここにいるのはわかる。おちょ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 、これはでかい、これはでかいよ。ここは入れない、ここ入れんか。ここからあいつ来たよね、多分。開かへんねんな。ちゃんと入る鍵おったんか。この内側から鍵やったら絶対発せると思うけどね。俺は2分です、あと2分、あと2分、この服用工事はきつい。いや、もう最悪ここで2分立てこもっとくのがありか。もう移動せずに。いやー、今行くべきや、今行くべきや。よし、来た来た来た。バカめ、俺の勝ちだ。静香ちゃん、一回ファイティングポーズ取るな。一回やっとるかって構えるよな。もういきなりこの受け継ぎ側に逃げる。こっちまた広いから、時間稼げるんじゃないでしょうか。結構これ運ゲー入るよな。ここかな。でもある程度な、追尾、これある程度追尾しとるね、多分。隠れる。いや、扉閉めるべきやったか。俺は何もしないから、いや、扉こういう時閉めなあかんのか。出てこいよ。俺は何もしないから出て。バカに助かったぜ。同じ部屋に続けるのは良くない。ここ清掃用室の鍵、これか、これか。隠れ続けるだけじゃバッドエンドなんや。なんかしなあかんかったよね。あ、いけいけいけ、これはいった、これはいった。この奥にいるとかやめてや。よし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 、これはでかいぞ、これはでかいぞ。急展開、まさか。
正面からだと危ない、後ろからならやるしかねえ。やっぱ主人公側も悪いね。だいぶバカやん。警察呼んどいてこの行動はバカやん。近いぞ近いぞ。開く。ここかな。近づけ近づけ近づけ、もういけいけ、これ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 、いけいけいけ、おら向け、うえぇ、暗いコーチ、これが私の愛を受け取って。意外とぬるっといくね。コーチコーチ大丈夫、コーチ後ろ振り向こうとしいの、こういう時って誰に支えたかわからんやん。警察が到着し、はい、コーチは病院に運ばれましたが亡くなってしまいました。コーチ、一体誰が、誰がこんなことしたんですか。私は正当防衛ということで罪には問われませんでした。マジかマジか、あんながっつり後ろから刺したのに、正当防衛いける、あんな背中から刺してんのに。人を殺してしまった罪悪感と、はい、あのコーチの被害者がこれ以上出ないという安堵も。なんやろね、コーチの被害者って。もう萌香ちゃんはやられてたんかな。同時に私の中に湧き上がった気がします。あんま反省してへんな。あの時の私にはあれしか方法がなかったのです。なるほど。あの感覚は忘れることができません。癖になっちゃいそう。今でもあの時のことが悪夢となって私を襲います。はい。コーチから解放される日は来るのでしょうか。エンディング6分の H。 エンディング1、さあ見事、これはトゥルーエンドではなさそうやな。お、まだなんかある。誰目線、大人になった私。お、視点浮かせる。何やろこれ、急に運転免許手に入れて。これバンカー、バンカー86なんちゃなんす、なんちゃらっていうナンバープレートのバンカーだ。エンディング、いや、エンディング行ったはずやの。なんかあるやん。あ、そっち？そっちか。あれコーチか？あれコーチやな。あ、近。見つけた。は？全然わからん。全然わからん。全然わからん。とりあえず、別エンドを探します。お、え？何この画面。ヒントか、ヒントか？座席の下と時計。車の、ここは全然わからんけど。ヒントっぽいな。これはやりました。包丁持って刺したらあかんのかな。一応包丁を入手してそのまま4分間生き延びるっていう方向の方がいいのかもしれんな。最善かもしれん。ということで、はい、次回別ルート行きましょう。